皆さん、こんにちは。女子ゴルフの国内ツアー今季第3戦 T ポイント ×ENEOS の最終日が本日19日鹿児島高牧カントリークラブで行われ、首位と4打差の2位で出た30歳の青木瀬令奈選手が8バーディーボギーなしの64で回り、大会新の通算17アンダーで逆転優勝を飾りました。単独首位で出た上田桃子選手には最大8打差をつけられながら猛追する場面も、昨年7月以来のツアー通算4勝目を飾ることとなりました。一方の上田選手は3位に終わり、単独首位で迎えた最終日、3度連続で優勝を逃すこととなりました。そこで今回は逆転優勝を飾った青木瀬令奈選手のハイライトや、これまでの経歴などやご家族のことにも触れていきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。まずは青木選手の経歴、プロフィールからご紹介します。青木選手は1993年2月8日生まれ、現在30歳、群馬県前橋市出身のプロゴルファー選手です。7歳からゴルフを始め、幼少期から本格的な練習をしていたそう。その様子がわかる有名なエピソードをご紹介します。青木選手はもともと左利きだったそうで、ゴルフも最初は左打ちで始めたそうですが、父から左だと打席が限定されるからということで右打ちの形を教えてもらい、現在に至っているのだとか。また誰もが知る有名プロ野球選手大谷翔平さんが高校時代につけていた野球ノートを真似て、自分も同じようにノートをつけていたそうです。アマチュア時代からその頭角は抜きんでていて、主な成績として2008年の関東ジュニアゴルフ選手権優勝、全国高等学校ゴルフ選手権夏季大会優勝などがあります。群馬県立前橋商業高校を卒業後、2011年に日本女子プロゴルフ協会の最終プロテストに進出し、9位タイで合格、 LPGA の83期生となりました。名前の由来は両親が音楽家でセレナーデから取ったのだとか。次は前述したご両親の音楽分野について少し触れていきます。青木選手のご実家は音楽教室とライブハウスを経営されているのだそうです。そして青木選手の父親はドラマーで、母親がピアニストをされているそう。つまり青木選手はゴルファーである前に楽器をこよなく愛す音楽一家のまな娘だったということです。もちろん青木選手も幼少からピアノを愛する少女だったそう。その腕前がわかる動画も Facebook に投稿されていました。ピアノのことについては本人も実際に語っている逸話が、自分で演奏するのはジャズが好きなのだそうで、クラシックは楽譜通りに弾かないといけないし、間違えたらわかるじゃないですか。でもジャズだったらポロンって滑ってもかっこいいですよね。この独創性を受け入れるアドリブ感覚は青木選手の我流スタイルに通ずるものがありそうです。打つタイミングがジャズだねって言われたことがあると、実際に自身のプレーに音楽の影響があることも話していました。3歳からピアノを習い、3つ上の姉と共に金管楽器やギターもこなしていた青木選手。そんな青木選手は、なぜ音楽の分野ではなく、ゴルフに打ち込む人生を歩むようになったのでしょうか。本人曰く、ピアノは弾けないとストレスがたまるけど、ゴルフは打つとスカッとできると。小学校に入ってからはもっぱらゴルフに打ち込んだのだそうです。なるほど、こういう理由でゴルフにのめり込んでいったのですね。確かにボールをうまく飛ばすことができたら気持ちよいだろうなと想像できます。しかし譜面を読めず耳で聞いて弾くタイプだと自身のことを語っていましたので、もしかすると絶対音感の持ち主なのかもしれません。ゴルフに限らず音楽の方も凄まじい才覚を秘めていそうですね。いろんなことができてしまうその才能が羨ましいです。ファンキーで素敵なドラマーのパパと、影の応援者でピアニストのまま、娘の名前には有名な楽曲をつけるなど華やかな青木家という印象を持ちました。次は今試合のハイライト詳細についてご紹介します。上田選手の独走かと思われた今試合、そんな上田選手、青木選手と同じ最終日の最終組に選ばれます。出だしは5連続バーディーで一気に18アンダーまで伸ばし、青木選手も5番でバーディーを奪ったものの、
この時点で8打差。前半終了時で2人は上田17アンダー、青木12アンダーの5打差という記録でした。しかし試合後半、突然上田選手が崩れます。11番でダブルボギーを叩くと、13番でもダボ。一方、青木選手は12番パー3でバーディーとし、この時点で首位の上田選手に1打差と詰め寄ります。13番パー5でもバーディーとし、この日2つ目のダブルボギーとした上田選手を一気に逆転。さらにバーディーを積み重ね、2位以下に差を広げて逃げ切り。第1、2ラウンドとも結構際どいのが入ってくれてよかったと振り返るなど、今大会はパットが光る試合となりました。好調の要因を、毎週パターを変えている、今週もセンターシャフトのパターに変えて、それがハマってくれたと明かしていました。一方、上田選手は14番ボギーが影響し、笹生優花選手にも抜かれ、さらに後退していくこととなります。一方、青木選手は15、16番でもしっかりと伸ばし、鮮やかに逆転優勝を手にしました。上田選手は17番でもボギーを記録してしまい、異例の9人が並ぶ大混戦の3位となりました。上田選手は今年の6月で37歳になる大ベテラン。メルセデスランキングは12位で、2013年から10期連続でシード権を守っています。昨年大会は3位で最終日最終組に入って6位。11月には2週連続単独首位で最終日を迎えながら、5位、3位と優勝が手からこぼれ落ちました。前日はあまり気負わずにしっかりやれることをやるだけと語っていたが、単独首位から出た最終日は直近3戦連続で優勝を逃すこととなりました。一方、青木選手は昨年7月以来のツアー通算4勝目。昨季はメルセデスランキング11位でした。ロケットスタートの上田選手を横目に、自分のプレーに集中し、勝利をもぎ取った青木選手。以前、TOTO ジャパンクラシックの最終日に突然めまいに襲われ、原因はわからないまま、その翌週の伊藤園レディースに出場したものの、めまいは治らず体調不良により棄権。棄権した試合後、いろいろな検査を行ったものの、今でもはっきりしたことは分かっておらず、症状が一番近いものがメニエール病と明かした青木選手。私の場合は基本的には座ってると大丈夫だし、耳鳴りもない。歩いてる時や動き出しの時にクラッとくるんです。なのでゴルフしてる時はずっとめまいがある、このように話していました。最終日前日には、久しぶりの優勝争いなので今やるべきことをやりつつ明日を迎えたいと、体調不良の不安を尻目に冷静に話していた様子が印象的でした。3年連続で優勝を手にし、若手が次々と台頭する女子ツアーの中で、年を重ねるごとに強さを増していっています。いかがでしたでしょうか。今回は逆転優勝を飾った青木セレナ選手のハイライトや、これまでの経歴などやご家族のことに触れていきました。今後もますます活躍が期待される青木プロ、悔しい経験をしてきたからこそ、それをバネにより高みを目指していってほしいですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。